温室コナジラミは温帯域に生息するコナジラミ科に属する昆虫である。多くの野菜、果物、カキの害虫であり、ビニールハウスや温室の中でよく見られ、北米、中南米が原産だが日本にも輸入分布し、農作物に被害をもたらしている。原産地はアメリカ大陸であるが観葉植物や苗、カキなどに混入して輸入し、現在では世界中に分布している。 日本では1974年に広島県で初記録された。現在では日本全国に分布しており、日本生態学会の定めた日本の侵略的外来種ワースト100に含まれている。成虫は体長1ミリメートルから2ミリメートルで、体は黄色みがかり、4枚の羽はワックス様の物質で覆われている。 歯に止まる際には羽を歯の表面とほぼ平行にして止まる。一方形態のよく似たシルバーリーフコナジラミは歯に対し羽を45度以上立てて止まるため、この点で両者を識別することが可能である。様々な植物に寄生し、吸収して生活する。生息の適温は摂氏20度から摂氏24度ほどで摂氏30度を超えると死亡率が増加する。 休眠性はなく、温室内では一年中発生する他野外では、卵で越冬する。メスは、浮かしてから24時間以内で交尾を行うことができ、卵を葉の裏に産みつける。卵は薄い黄色で、孵化の前に灰色になる。孵化したばかりの一霊幼虫は、幼虫の中で唯一移動できる段階であり、波状を歩行する。二霊幼虫以降、一般に、 サナギと呼ばれる四霊養虫までは固着生活を送る。なお、カメムシ目の昆虫は不完全変態であるため四霊養虫は厳密な生物学的な意味のサナギではない。本種のいわゆるサナギは体長0.7ミ、mm、リメートルから1.0ミ、mm、リメートル、幅0.5ミ、mm、リメートルから0.7ミ、mm、リメートルで全体に厚みがあり、単光色でサナギ柄には合毛が見られる。 禁煙のタバコ粉じらみのサナギではこの某毛が見られない。発生は秋に多く、野外では1年に3回から4回、温室内では1年に10回以上発生する。本種は卵とサナギ以外の全ての成長段階において、茎に口の針を突き刺して、脂管液を吸い取ることで植物を直接加害する。またこのサイの副産物として、甘路と呼ばれる排泄物を生み出すが、 茎や葉に付着した甘露は、すす病菌の繁殖の原因となる。加えて、90時にはいくつかのウイルスを媒介することが知られている。本種に寄生されるのは主にキュウリやジャガイモ、トマトなどの野菜が中心だが、その他にも作物でないものも含め多くの植物が寄生される。農薬による対策のほか、本種の天敵の温室や小鉢を導入するという。 生物的防除も行われている。ハウスへの侵入から被害の拡大する害虫であるため、ハウスの密閉やハウス内外の除草なども対策として行われる。黄色に誘引される性質、紫外線除去フィルム主体の侵入を嫌う性質があり、これらを利用して発生を抑制することができる。ありがとうございます。